星なんて世の中で一番信用できない生き物だ。お前らは自分の保身しか頭にない。生徒の心配より責任を取らされる自分のことが心配なだけだ。教師なんて連中は生徒間の虐待を知っても面倒だからと近寄らず、学校の体裁や偏差値のためなら問題児として処理した生徒は簡単に退学にして切り捨てる。叱るんじゃなく怒る。生徒のためになんて考える奇特なやつは一人もいやしない。どうせあんたの生徒たちだってそのうち餓死するか帰還して自殺するか、僕のようなここで死んだ霊魂に殴り殺されるしか道、死ぬ時だあんたのことなんて思い出しもしないだろうね。何か言ってみない、遺言を。あんたの生徒たちを殺す時に伝えてあげるから。ここで死ぬと死ぬ瞬間の激痛が永遠に続くんだ。潰されて死ぬ、想像を絶する痛みと苦しみだろうね。それがずっと永遠に続くんだぞ。自分を助けてと言えよ。正直に、正直なら助けてやるよ。そのまま潰れて死んだら引き返るみたいな格好だね。みんな生き延びて大好きよ。Ah!
うしたんだよ。嫌な予感がするの。先生を探しに行く。入れ違いになったらどうすんだよ。行くの。分かったよ。でも見つからなかったらすぐ戻ってくるからな。そうだ、書き置きするか。篠崎、お前何か持ってる？しかない。紙とか持ってねえもんな。あ、じゃあ教託にでも書くか。ゆい先生へ迎えに行く。入れ違いでこれを見たらこの場これでいいな。しつけの書き置き。お前がわがまま言うからだろうがよ。だって先生が。いや、わかったから泣くなって。自殺なんかするかよ。なんだこりゃ、廊下が抜けてるぞ。さっきの地震のせいか。先生、どこにいるの？心配。どうしたんだよ。いいこと思いついたの。あのね、院長篠崎さんの怖いろうそくといえば、二の宮で知らない人はいないでしょ。十クラス全部で有名だよ、怪談委員長って。だからこの校舎のあちこちにこうやってろうそくを置いておけば、持田くんたちが見つけてくれたら目印になるかも。私や宍戸先生、岸沼くんもこの校舎の中に一緒にいるってこと。あ、そうだな。それお前の存在証明にしかならねえけど、ま、いいか。
行こうぜ。